国高とは、近世の日本において、土地の生産性を意思という単位で表したもの。大公県地以降、基礎改正まで、大名、旗本の収入及び事業や軍役当初約負担の基準とされ、所領の規模は、面積ではなく、国高で表記された。また農民に対する年貢も、国高を元にして徴収された。大閤県地以後、江戸時代を通じて、田畑や、 屋敷などの土地の価値に至るまで、面積に国盛という一定の係数をかけて、米の生産力に換算して、意思単位で表示するようになった。このような制度を、国高制といい、米以外の農作物や、海産物の生産量も、米の生産量に換算されて表された。大名をはじめとする武士の所領からの収入や法禄を、表す場合も、国高を用いた。 特に領民の場合には、百姓公所持、武士の場合には、石高地行政と称されることがある。明治時代の地祖改正まで続いた。一石は大人一人が一年に食べる米の量に相当することから、これを兵士たちに与える報酬とみなせば、国高年ぐ率と同じだけの兵士を養えることになる。つまり国高は、戦国大名の財力だけではなく、兵力をも意味していた。 江戸時代の軍役令によると、大名は幕府の命に応じて、表高1万国あたりおおむね200人程度の軍勢を動員する義務を課せられていた。ただし国高は一般に玄米の体積をもとに算出するのが常であり、実際には成人男性であれば1日玄米5号、年間玄米約1.8国が標準的な不米として支給されていた。なお、 農民に対する年貢徴収は原則としては国高を元にしているものの、初期の検知が年貢の徴収よりも、領主の領地公及およびそれに基づく工芸への所約負担を確定させることを目的としていたことや、村受け制の下で重視されたのは、村単位の国高であったことから、個々の農民に対する年貢徴収基準として、国高が用いられるようになったのは17世紀後期以後とされている。 実際に、江戸時代の土地証文に、国高の記載が登場するのは漢文、遠方年間が上限とされ、それ以前の農民生活において国高は、身近な概念ではなかったと見られている。江戸幕府開府直後の一部旧国の軍別国高、商法以降の全国の軍別国高の以下に、大公県地校の国高、慶長豪朝記載の国高に近いと考えられる、江戸時代初期校。 寛永10年準権四国絵図記載の国高、商法号帳、原独号帳、天保号帳記載の国高、基礎改正直前の明治5年の国高をまとめる。寛永以前に関しては国高、商法以降に関しては国高、軍港までを記載する。道の区国、出羽国については、両分別と明治以降に新設された旧国別の国高集計も記載する。 一部地域では明治に至るまで、寒高制が敷かれていたが、本表では、欧州仙台領の商法豪町の寒高に、限り国高に換算し、関東、東海地方の長高、金高、寒高は国高に換算しなかった。なお一国イコール十とイコール百姓イコール千五イコール一万尺イコール十万歳、イコール百万毛であり、石よりも下の桁は石を単位とする小数で示す。 江戸幕府開府直後の一部旧国の軍別国高と、商法以降の全国の軍別国高については、旧国軍別国高の変遷の功を参照。対抗検知は、天正10年に始まり、慶長3年まで再検知を含めて全国で実施された。文禄2年の年次の入っている、第2本66国並みに問えず、文禄3年の国高を記載している、東大期、 慶長3年旧暦8月の年月の入っている日本風税など国高を記載する複数の資料が知られているが、その数字にほとんど差異はなく、ほぼ同一の資料からの引用と思われる。なお、出ワ国の国高は明らかに異常であるが、老いたま軍などの上杉影勝の出ワ国内領分が、道の区国の国高に加算されている可能性が指摘されている。慶長九年、江戸幕府は、 諸国の有力大名に校長と国江図の提出を命じ、慶長15年までに上納が完了した。しかしながら、慶長校長、慶長国絵図の小本は現存せず、校長の写本は、飛騨国、壱岐国、山和国の三国分、国江図の模写は、最国の十一国一等分に限られており、校長、国江図の提出が命じられたのは西日本のみでは、ないかとする説もあり、 慶長豪庁、国江図政策の全容は不明な点が多い。豪庁には、田畑内訳を含めた村高と物なりが列記され、領地関係や必要に応じて小物なり高、自社料高、荒地、損害等の付記が行われているが、新田港の記載はなく、市役や格式等を決める表高と内高の会議が始まっている。本票では、島原松平文庫、 ご当家雑記収録、日本国地行高湯企画記載の江戸時代初期校を仮に、慶長合兆校とする。日本国地行高湯企画には、出は国高について、うち十万国上杉壇上分入りとの注釈があり、上杉影勝が、慶長十四年に十万国の軍役を免除された、ことと関係すると思われる。なお、徳川書領を中心に、いくつかの国で、 国高が減っているが、これは、再建地の際に、国盛が改定されたことや、表高優先の国高を設定したことと関連する。また国境も、頻繁に変えられており、例えば、西宮市立郷土資料館像、慶長十年摂津国絵図によると、摂津国国高は二十九万六十八国六と、外に、結群内東なり6万千八8 0国が、河内国五町入れとあり、 慶長年間中頃から官営年間まで一時的に、淀川伊藤の血軍が河内国に編入され、商法年間前には再び、摂津国所属となったことがわかる。官営10年に幕府から諸国へ準権使が派遣された際、諸国の有力大名より、国江図が徴収された。国江図の徴収は、前年の官営9年に突然命じられたものであったため、 大部分の諸版は、慶長国絵図の写しを提出したとみられ、国高が実際に増えた国は、三河国、道の区国、越後国、津島国に限られる。官営十年準典史国絵図の諸本は、現存しないが、国絵図の模写は、岡山大学附属図書館の池岳文庫に、尾張国、張馬国の二国分を除いて、ほぼ完全に伝わっており、本表に、 寛永十年準権四国絵図記載の国高をまとめる。商法元年、江戸幕府は諸国の有力大名に校長とクイーズの提出を命じ、慶安四年頃までには上納がほぼ完了したとみられる。商法校長の商法は現存しないが、校長の写本は副本等を含めて33国36点が残存している。商法校長には、 田畑内訳を含めた村高が列記され、領地関係や、必要に応じて、小物なり高、自社領高、荒れ地、損害等の付記が行われている。また表高に相当する、本田高の外に、日田高の兵器もあるが、商法豪調の国高、軍高はあくまでも表高を原則とする。また商法国栄図の模写も22国2点が、残存しており、軍別損数、軍別、 両分別国高等が記載されているが、日田港は原則として記載されていない。商法号帳記載の本田港に、日田港を加算することで内高を算出することは可能であるが、本表ではあくまでも表高の集計値を商法号帳港として扱う。なお現存する商法号帳分だけで、新田港が試算しても100万国前後となり、 表高と内高の乖離がかなり進んでいたと言える。また、小法豪庁、国絵図が残存していない、旧国については、前後に作成された、豪村町などから推計された国高を掲載しており、今後の研究により、数字が変わる、可能性もある。元禄十年、江戸幕府は、諸国の有力大名に校長と、国絵図の提出を命じ、元禄十五年頃までには、 上納がほぼ完了したとみられる。元禄号朝では、記述が簡素化され、国軍村別の国高のみが記載された。元禄号朝元禄国営図ともに、商本は現存しないが、写本、副本は多数残存している。商本号朝と同様に国高は表高を原則とする。天保2年、江戸幕府は諸国の有力大名に、号調の提出を命じ、 天保5年までに上納が完了した。続いて、天保6年、国江図の改定を命じ、天保9年までに上納が完了した。天保号帳、天保国江図の抄本はすべて、明治政府に引き継がれ、国立公文書館に保存されている。天保号帳を作成するにあたり、幕府は表高に、小見高、新田高、改め高を加えて集計した内高の報告を、 要求しており、天保合調記載の数字はすべて内高である。ただし諸藩は、内高報告には極めて慎重であり、例えば、長州藩では市藩を含めて、傍聴両国の総内高を97万941国八と一生五号5尺1歳と把握していたが、幕府には完成4年の内健康を89万4282国一等報告した。 また、薩摩藩は表高をもって内高であるという建前を貫いているなど、天保傍聴には各藩が把握していた内見傍とは異なる内高がかなり掲載されている。明治6年より大蔵省租税量が主導となって基礎改正が実施されるが、直前の明治5年末の全国の国高の状況が各府県より租税量に報告されている。 明治初期の国高については、複数の統計資料が現存するが、東京大学資料編参書像、軍村国高町、大上官製院知事下編、日本知事定用、内務省地理局、地理局雑報、一橋大学附属図書館社会、科学統計情報研究センター所像、明治6年国軍公判別庁、陸軍参謀局編、明治8年とも、 岳政表等に記載されている旧国別国高はほぼ同一であり、これらを明治5年国高としてまとめる。なお同様に明治初期の国高を記載する資料として、明治10年代初期に内務省地理局地事科によってまとめられた旧高給料取調べ帳が存在するが、この資料は廃藩置県前に各府藩県がまとめた明治3年以前の国高。 廃藩置県後に政府の統一基準で各府県が算出し直した明治4年、明治5年の国高、地租改正の途中で算出し直した明治6年以降の国高など複数の基準による国高統計が混ざっている。以上の他に参考として、教法6年に徳川吉宗の命で各地より報告された田畑の高地面積をまとめた 長部下組長記録の9区に別と旗数を本表にまとめる。なお、面積の単位は1丁イコール10段イコール100世、イコール3000歩イコール3万5イコール30万、100と重10心数ではない換算が含まれており、長、負の2組の数字を掲載する。なお、まさき島、北海道は、原禄号長、天保号長、明治5年長の軍村国高町において、 無駄かとされているが、明治5年の物産工は、日本地指定用によると65万286国6都発祥4号702歳で、ある。この物産工は酒6000尾、マス1万2000尾、その他の水産物2万5000金につきそれぞれ100国で、換算することで算出されている。商法号帳には、電波た、日田港の記載がある。以下に、商帳や、 それに近い写本によって、商法年間前後の一国全域の田方、畑型の国高や日田港のいずれかが判別する、旧国の国高をまとめる。ただし、寒高、栄高、丹高、その他国高で表記されていない、金、銀、銭、米、茶、麺、麻、漆、材木類、塩、魚介類などの小物なり高は省略する。高面積のうち、 田が畑方の面積の割合は、それぞれ五五五十十パパーセント四ーセントであるのに、対し、田畑の国高のうち、田が畑方の割合は、全国的に、それぞれ約七十パーセント約三十パーセントであり、国高は米に変調する傾向があるとはいえ、米の収穫項を表すものではない。また、新田項は、消防郷町での新田項の記載が判明している。 地域の表高約1192万国に対して約95万国である。ただし、官営機欧州の内南部領高里村町の奥書によると、南部藩の内県では内高22万400国余りを集計していたが、幕府の指示により、昇法4年に領地公10万550国余りに割り込ませた合調と国江図を提出したとしている。また、 終わり藩は、商法元年、年具末置きのまま税率を6公市民から4公を6民に下げる高課を行い、終わり8軍内の終わり藩領本田ダ公を48万3252国、レート2小3号から63万1528国9と3小6号、新田公を 29, 2万百八十二国四と一小四号から三万百七十一国二と二小五号と、 大公県知時代の国高に修正している。しかしながら、幕府には、慶長12年に実施された備前県知の国盛に、基づいた、本田港、日田港、商法豪町国江図に記載する国高として報告している。日田国においては、慶長豪町と商法国江図で、国高が全く同一の38,764国4都で、あるが、内高の方は、 慶長18年の時点で45,789国8と4章3号8尺、漢文4年の時点で52,808国5と余りとなっている。国高自体は決して大きくないが、割合ではそれぞれ18%、36%の増国に相当する。長州藩の官営2年総国長と国村一氏によると、官営の熊野県地により、 スオ国内港373,040国8と8章2号、長戸国内港285,258国4と4章9号、二国合計658,299国3と3章1号を集計している。これら欧州南部領、尾張、日田、スオ長戸の日田港等約60万国は、商法法上から漏れており、幕府に報告が上がっていない。 神殿港は、商法校長、国江図作成時にも、すでに相当数存在すると見られる。また18世紀以降は検知の実施も減り、特に天領では内高であっても実際の土地生産性よりも過小評価となっているのが、常であった。国高は、近代的な生産統計ではなく、課税の基準を主たる目的としていたが、林業や水産業を十分カバーはしておらず、 その一方で、第二次産業に属する生塩や、農産物加工等によって生まれた価値を一部含むため、単純に農業生産工に換算することはできない。また、中間投入を除いていないため、二重計算の危険がある。これらに関しては明治以降は、ある程度データが存在し、例えば明治7年の、明治7年付県物産表などを用いることで、 GDP の推定が可能となる。地租改正直前における日本全国の国高は3237万国であったが明治7年府県物産表によると明治7年の米の生産高は2591万国、その物産額は1億4279万円であった。また農林水産業、高校業の全物産額3億7230万円を 平均米価で換算すると6756万国に相当する。なおこの物産表には、北海道、沖縄県と独立国家状態であった鹿児島県の統計が含まれていないが、大倉商編、開拓市事業報告第3編によると、北海道の明治7年の物産額は339万8088円とあり、平均米価で換算すると物産高。 約60万国に相当する。また、旧鹿児島藩産物出入比較表によると、奄美琉球の黒砂糖の生産口は、明治2年に2292万3千金大金85万5千両とあり、明治7年の砂糖と米の平均物価で、黒砂糖の生産口を換算すると物産口、約90万国に相当する。実体経済については、中村明により、 明治初期の全国農産票をベースとした農業生産校に関する実習国高の変遷の試算がなされていた。また最近になって高島正則らにより明治七年府県物産票をベースとした推定 GDP の変遷の再試算がなされている。以下の表にその詳細を示すが八百七十四年の数値は北海道、沖縄県を含み江戸時代以前の数値は 北海道、沖縄県を除く。また、石は、江戸時代のものを基準とする。それによると、幕末には、国高換算の GDP は1億国を超えていたと推定され、国高は、実体経済の3割前後しか反映していなかった、ことになる。このように時代が下るにつれ、国高と実体経済の乖離が、ますます進行した。上記のように、日本の総国高は、 天保期において30558,917国を計上したが、天保13年における所領別国高は以下の通りであった。一般に徳川800万国と呼ばれるが、これは旗本領などを加えた数字であり、実際の天領は約400万国を少し超える程度であった。これには大名預かり書も含まれる。 また18世紀以降の天領の国高の変遷は以下の通りである。以下に幕末における交渉の表高が10万国以上の藩について、その表高、内高と旧国別書量をまとめる。なお、御三教は本表には含まれない。また、吉例川藩を10万国格とする文献もあるが、幕末の万国以上文言帳などに漏れていること。 所役負担の義務を免除されていることなどから表から除外した。ありがとうございます。